数年前までサラリーマンをしておりまして、人材育成に携わっておりまして、そこで、自分がこう面倒を見るというか育てる社員の方たちがですね、このまま年を取っていくとこの子たちは大丈夫なのかという危機感がこうすごく持ってですね、で、いろんな企業の方々と話す機会があってですね、そういうことを話してみると、どこの企業もそんなに変わらない若手が多いということで、人材育成ちょっと本気でやってみたいなということで、この研修企業を立ち上げました。職員の連携っていうのが大変ね重要な職種でもありますのでね、でそれを日々の生活とかその支援の中で一緒にやっていくっていうのはなかなか難しいんですね。でそれを仕事とは違う切り口でお互いに共有するような場面とか、あるいはその活動であるとか、でそういったものをちょっと探してた時にですね、企業研修としていろんな切り口で、ワークショップ的なものがあるということを伺いましたので、ぜひ導入したいということで今回初めて入れたという。じいさん、じいさんよ、お腹空いたよ。元気な子じゃ、元気な子じゃ。OK です。でも本当に面白い芝居でした。芝居を組み立てていくにあたってですね、お互いを理解するとか、傾聴力といいますか、こうじっくり話を聞くとかっていうところから積み上げていきますので、職場間の人間関係でも深いところまでまず知っていただくと、あとその、一緒に芝居を作り上げていくということで、結束力とか、そこでもコミュニケーションの練習になりますし、やっぱりその普段とは違うお互いのいいところだったり、予想外のことであったりとかね、自分を知ることもできるし、で相手についてもね、より深く知ることができるきっかけになったっていうようなことを言っているものが多いです。いろんな切り口でね、お互いを理解するということが、結構有効ではあるかなというふうに思っていますね。集合研修でしかできないことっていうのを、本当に時間濃くできるような取り組みというのをしていって、やりっぱなしで終わっちゃう、単発で、効果もあまりない研修っていうのが世の中にあふれているんですけども、そういうのを一つでもなくして、研修が充実するようにと、で最終的には社内内製化で研修が担えるようにというサポートをして、要は研修会社がいらなくても、会社が良くなっていくっていう体制作りのお手伝いができればと思っております。ただリズムをちゃんと作ってやってください。ゆっくりでいいですから。はい、行きましょう。よー。